関ジェリック監督、どうぞこちらのステージにお越しください。北朝鮮 の、 あのスパイと の、 あの話ということなので、まあ、多分すごく、まあ、センシティブというかこう微妙なあの題材だったんじゃないかと思います。북한을소재로한북한사람들이등장하는이러한영화는고리타분하거나반공영화이거나그런데에대한선입견들이있어서좀부정적이었어요그렇지만만든결과는결국은정반대였고그래서사실은여러분들이아까지금그말씀을하셨지만한국에서도일본에서도전세계에서도시리를스트리밍서비스를통해서든지뭐어떤형태로든지아마저희시리를아마보지못했을겁니다그래서그것이그분들이판권을홀딩하고있어가지고소개가안됐었고요그것을극적으로올해해결이잘되어가지고내년부터는한국이나일본에서도아마여러분들이시리를보실수있을겁니다オープニングからすごく心をつかまされました。前半のコミカルなパートも後半のジェンダーのテーマだとかが絡んでくるパートもとてもそのバランスが良くてとても好きな映画になりました。ありがとうございます。第一次做这么全面的一个电影的监制啦，然后就会因为现在我觉得，拍电影蛮不容易的，对。然后我就会觉得说，没有关系，一切都学习。然后当然最纯粹的还是，知道做这件事情很难，但是我还是想把它呈现出来，就是想跟观众分享。有关于这个老师教我很多很多关于如何看待爱情啊、友情啊，还有或者是生命的一些方向这样。ありがとうございました。素敵なお話たくさんいただきました。ありがとうございます。皆様大きな拍手でお送りください。ラン・ジェンロン監督でした。Please welcome to the stage our director, Mr. Yuzuru Takikawa.映画長丁場ででも1回勝負なので、あのこれが面白いのか分からなくなるのをいかに乗り越えるかが、何でしょう、映画を見事な完成に導くコツなのかなと思ったんですが、いかがですか。多分映画監督やってる人全員それ悩んでて、あのいろんな手法でみんな乗り越えようとしてるんですよね。なんかあの社内のスタッフを集めて全員に見て感想を書いてくれとか、やっぱりこう分かんなくなってきて初心の気持ちで見れないっていうのがすごく悩ましい全員共通の問題かなと思います。やっぱりこう切るときに、ゼロの状態から、書いているのですごく思い入れがあるというか、このなかなか切れないんですよね。なんで作ったものを無駄にしたくない思いとか、ここにかけてるスタッフの労力とか、そういったものがやっぱりすごく出るのがアニメーションだなと思ってて、特に大きな拍手でお送りください。 Please give a round of applause to Mr. Tachikawa。 監督のシャオ・ヤーチュエンさん、俳優のリュ・ガンティンさん、バイ・ルンインさん、ユーテニー・リュウさんです。我電影很想要談在乎別人的感受，我更想要谈每个人在人生之中不同的选择会影响我们变成怎样的人，而且会影响到我们周边的人。我很希望这个题目不只只有台湾观众看得懂，很希望世界各地的朋友都可以看得懂这个故事。谢谢。可能是因为这个角色是替别人着想，加上廖介也是，然后加上那个个性都很像，所以我忙在演戏过程中，好像都会替把对方放在心里面。我觉得这个在做事情，在做角色的事情的时候，把对方放在心里面，好像自然而然就变成一种父子的感觉。这样，我觉得。東京国際映画祭に来られて嬉しいです。みんな感動しましたか？キットナップとのですね、プロデューサーパオロ・デル・ブロッコさんです。どうぞ大きな拍手でお迎えください。A provare a fare questo film era stato Steven Spielberg, che aveva fatto i provini anche ad attori e attrici
italiani e voleva farlo in Italia naturalmente. Poi però non è riuscito probabilmente a trovare la quadra di una storia così complessa e poi non era facile trovare un bambino, come vedrete, così bravo, così espressivo, così forte. Il bambino che vedrete non è un attore, ma è il primo film che fa, è un bambino piccolo, che però grazie a Bellocchio ha in questo film una forza espressiva fantastica. Il film racconta degli eventi che hanno scosso la nostra storia, ma parla anche di valori umani, familiari, universalmente riconosciuti. E l'insieme di questi due fattori, in Marco, ma lui spera anche nel pubblico, suscitano dibattito e riflessione profonda, che poi è il senso del cinema, del grande cinema d'autore. Paolo Del Brocco さんでした。ありがとうございました。今回参加いただいた監督プロデューサーにお集まりいただいて、まあ、キャラクターというところを入り口にしながら、青年を描くアニメーションというテーマへですね、迫っていくお話が、伺えればいいなと思って企画した次第です。We are able to cooperate with other colleagues who are able to create very fragile and sensitive scripts.なかなかその男性キャラクターと女性キャラクターの恋愛っていうのはもうむしろ絶対に描かないぐらいな感じで、まあその多様性みたいのがなんかすごく日本のアニメってなんか面白いかなって、能更多的享受动画，希望我们能够借助动画保有一颗永远年轻的心。今日はですね、ぜひウイスキーを飲んで帰ってください。ありがとうございます。Please welcome the director, Mr. Hideo Jojo, and the actor, Mr. Keisuke Koide. 今回は自分らしさが出せたと監督おっしゃってましたけど、具体的にどういった面で出せたのか、もうちょっと詳しく教えてください。なんていうか、そうですね、あまりこう、ま、真面目にやらないというか、このぬるい感じとか、そうですね、本当になんかこう年とともにこういろいろなことが割と最近どうでもよくなってきてる感じあるんですけど、まあそれでもやっぱり映画は好きだし、まあそんなにね、ちょっと他の人に比べて映画愛を叫びたいとかなんかそういうつもりがまあ一切ない感じを、でもまあ映画が なくなったら寂しいし困るよなみたいなのを割と素直な気持ちでそのまま、ぬるい感じで描けてるっていうのが、まあ、なんでしょうね、自分らしさっていうのはあれかもしれないですけど、そうですね、こうなんかあまり熱く泣いたりわめいたりしてないところかなと思いますけどね、はい、小枝さん一緒にお仕事してみて、はい、稽古だなここはってやっぱ 思われる、こう、いやもうその経験されましたか？描写でしかないなと思う。Yani aslında birçok yerden esinlendiğimiz filmin içine aldığımız şey var. Ama tabii bu hem benim motosiklet taksici deneyimlerken, bu arada Fatih de aynı şekilde deneyimledi İstanbul'da. Çoğu kendi birebir deneyimlediğimiz insanlardan, onun üstüne Deniz'le beraber kurguladığımız oluşturduğumuz karakterler. Evet, şimdi bizim aslında üzerine düşündüğümüz bir dengeydi o zaten. Çünkü biraz da evet, bir yandan bütün erkeklere dair bir şey bu ama biraz da Türk erkeği karakteri de var burada. O sebeple o arada geçen zamanı biz senaryo üzerinde çalışarak değerlendirdik genel olarak ve 20'nin üzerinde draft çalışıldı. Dolayısıyla her bir karaktere tek tek odaklanmak, sonra o karakterlerin her birinin birbiriyle ilişkisine odaklanmak.
Please welcome the guest, the director, Mr. Hideo Jojo, and cast, Mr. Amon Hirai and Miss Shuri Nakamura. 今回は直樹さん本気で俺やるんでこれは頑張りましょうみたいな、そういうやって始まったっていうのは覚えてますね。この映画の方は、演劇公演と確かほぼ同時企画だったような感じだったんですけど、その時にまず監督の方が映画と舞台どのように切り分けたというのと、あとキャストの皆さんも映画と舞台どのように切り分けたかということ、完全にリアルな映画の芝居ではなくて、かといって演劇のような演劇よりの芝居でもない、こう いいところのこの世界観、この映画の世界観の温度の芝居をするなとは思ったんで、その日一日で、まあ、あとは現場でやりましょうってことで、映像ではその演劇よりももうちょっと繊細に表現できたらいいなっていうのを踏まえつつ撮影に挑んだ記憶があります。